相手が悪かったな。
Thank you.
Thank you.
エステル君、今日はヨシュア君も一緒か。以前の霧の事件ではすっかり世話になってしまったな。そんな市長さん、大したことはしてないわよ。霧の事件、そうか、結社の実験のことだね。しかし今度は前回よりさらに深刻な事態のようじゃ。やはり王国全土がこのような状況なのかの。ええ、リベール全体で動力機が止まっている状態です。おかげで各種の輸送手段も全滅してしまっているわ。このままの状態が続けば生活に深刻な影響が出るはず。なるほど、思った通り大変なようじゃ。なんとか早急に対策を考えんといかんの。でもこんな時だってのに、ロレントの町は至って静かよね。みんないつもと同じように暮らしてるみたいだけど。確かにボースとか他の町とはちょっと違う気がするね。うん、このロレントは動力機への依存が少ないからの。この町でオーブメントといえばせいぜい時計台ぐらいのもの。それにもともとロレントの民はのんびりとした気性じゃからの。案外この危機に際してもゆったり構えておるのかもしれん。なるほどね。さすが田舎。ともかく困った時はお互いに助け合わなければならん。わしの方でも他の地方への支援を検討してみるとしよう。助かります。ギルドの力が必要ならいつでも支部に連絡してね。うん、そうさせてもらおう。では農所君、再びの活躍を期待しておるぞ。
出直してきた。先に進もう。相手が悪かったな。まだ負けられないんだ。
相手が悪かったな。負けられない。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。